そこにあるのがソフィーを治す装置？プロトスヘイスを台に寝かせてください。では始めます。欠損状態を確認。補填作業開始。ソフィー、私たちの声が聞こえる。ソフィー、ここだ。俺たちはここにいる。ソフィー、どうした？苦しいんですか？しっかりしてください。プロトスヘイスの精神を構成する粒子体が装置に逆流しています。ソフィなんだ。私にも分かんないよ。逆流した粒子体の一部が実体化してしまったようですね。パスカルさん、何を？ソフィーの精神の実体化ということは、これはソフィーの気持ちなの？こんな風に思ってくれていたのね、ソフィー。またソフィーが。今度は何だ。リチャード、だけは攻撃するの？やっぱり自分をひどい目に遭わせた張本人だからかな。でもあれは、
アスベル、ソフィ、目を覚ましたか。やった、みんな、ソフィ、私たちのこと見える？体の具合はどう？どこか変に感じるところはない？平気だと思う。よかった。じゃあ治ったのね。よかった、本当によかった。みんなありがとう、私を治してくれて。プロトス・ヘイス、ラムダ根絶に失敗したのですね。私がやらないといけなかったことって。わからない、わからない。ソフィ、再構成に必要な粒子体の補填はうまくいったはずなのに。生命維持機能は問題なく回復したようです。ですが情報統合に若干の問題が見られます。最終調整のためにもう一度先ほどの研究室へ行っても構いませんか？わかりました。ソフィ、大丈夫か？うん。それでは研究室へ戻りましょう。